電子との具体的対話関係に入っている。蛍光灯の電子何十年もあり、ブラウン管の放電効果で何十年も直撃され、何年にもわたってエレクトリックサウンドで神経を刺激してきた人々はどうなるのだろうか。歴史はまだそのテストを終えていない。フランスの電気美学的化粧師セルジュルタンスは、電子には死の匂いが漂っていると言ったが、エレクトリックニュージェネレーションは存在学のペダルを踏むのか、それともボリス・ビアンのようなセスナの毎日か。デジタル感覚が街のリズムを作っている。飛行機などに備え付けられているレーダーには相手の位置を決めるポイントがスタスタと点滅される。これをブリッツという。現代文化はブリッツカルチャー、すなわち瞬間情報文化だ。30秒のコマーシャルの中に人々は愛やアイデンティティを確立。70年代後半からの日本文化の切り札、テレビゲームこそブリッツカルチャーの典型だ。素早く相手を電気的にチェックするだけで一致反対の練習がますます増えるということだろうか。光の瞬きのような伝統的留学の時代の到来か。今週のラジオマガジン U、 今週のラジオマガジン U はですね、飾るということで、やめなさいみたいにね、ごとくやめいや、いいからやめなさいっていう。かっこいいのに。今週はですね、はい、飾るの第2週ということで、はい、フィーチャーエディターの後藤茂雄に、登場を願ったわけですけれども、先週に引き続きまして、何かけてたの？いや、今のはキャバレーボルテールのやつでね、いわゆるこうダブミュージックってやつ、最近非常にね、流行りつつあるやつですけどね。ところで、そのユーアの飾るっていうことで、いろいろこう特集をやってるわけなんですけれども、例えばトップ、モードからね、あれ、いろいろ古いこうモードまでこう含めてね、いろいろこうやってるわけですけど、そうですね、やっぱりはい、飾るとかいうことになってくるとね、はい、最近はどういうものが流行ってるのかっていうことはどうしても一つの問題になってくるよね。例えば、うん、でそのまあ、例えば今やってたダブミュージックなんかもそうだけれども、最近どういうものが本当に新しいかっていうことはよく分からなくなってるわけだ。ダブミュージックってのちょっと聞いてみたんだけど、いや、まあちょっと待ってよ。その前にね、その1960年代のね、スタイルとかがね、それで復活したりとか、1920年代のね、そのいわゆる構成主義的なね、感覚が流行ったりとかっていうような形でね、要はね、新しいものっていうのは時代と関係なくなってきちゃってるわけ、ある意味では。こうごっちゃになってるわけだけど、そうそう、それね、もういよいよダブミュージックだけれども、ね、うん、これなんかも典型的なもので、その一つはそのやっぱり電気仕掛けの、うん、民族音楽みたいなとこあるわけね、はいはい、うん、例えば例えばじゃあホワイトノイズとかね、ホワイトノイズとかも一回ね、こう導入していきたい意味での民族音楽みたいなことを考えてるわけ、うんうん、なるほど。でね、そういうのをなんていうかな、非常に、工作者的に言いますとね、はい、やっぱりそのアンノーンメモリーっていうのがね、未来に投影されるんじゃなくて、過去の方へね、はい、そうそうそう、投影していくからね、うん、すごくこう古いものの中にね、うん、いいなと思ったりするんじゃないかっていうわけ。味感な、誰言ったの？俺。いや、そう。バルモノートン。キューブリッジのチャイムで父親を狂気に導いていた。オールワークエンドノープレイメイクジャッカーダルボ、つまりよく学びよく遊べというものだ。中学校や高校では今や集団ヒステリーとも言うべき状態だ。40人余りもの集団同士の戦闘から1対1の対話、先生を殴ることは自分に箔をつけることにまでなっている。
ちは子供の金属バットに防衛意識すら感じているありさまだ。こんな中でよく学びよく遊べなんていう説教めいたことなんて通用しない。ある意味じゃ暴走族だってマンマシンという命すれすれの存在学的フラギリティを楽しんでいるのだ。超ジャンルの誘惑こそ硬直した社会には必要。皆さんお気楽に。どうもどうも、ご沙汰しております。岡田と申しますが。はい。どうですか。ああそうですか、うなぎ登りって感じ。うなぎまで行かない、穴子ぐらい。今ちょっとよろしかったら1月号のですね、飾るの入り部数とそれから残部を例によってちょっと12の残部を。月刊オブジェマガジン U1 月号特集飾り U 広告写真界の期待、横須賀のりあきが華厳三千世界に挑む問題作U アラベスクからサオエスクまで様式の帝国における左右総称の謎に迫る U 1980年代はどうなる日本を占う戦略的の音 U 今カリフォルニアでブームの墨絵の妙 U 松岡聖吾の最新エッセイ U 気鋭8人が装飾のルーツを明かす月刊オブジェマガジン U 特集飾る全国書店にて好評発売中定価980円。優勢的教習を求めて工作者。ちょうどさっきですね、一つはキャブレボールテールなんかを挙げてですね、ダウンミュージックについてやったんですけどもね、はいはい、お正月号でですね、まあこれ今までもずっとそうなんですけども、音楽呼吸というのをね、ずっと連載してますけども、どうですか、用途は。そうね、ちょっと今流れてるけど、今流れてるけどね、これはノーマルブレインだっけ、うん、ノーマルブレイン。ちょっとクラフトワーク調っていう感じがするけどね、うん、これなんかもスピーカー&スペルとかさ、うん、それからシンセサイザーとか使ってるから、そうですね、レディメイドの音をたくさん使ってるわけですね。レディメイドって曲名にもあるレディメイドだけどね、アルバムが、うん、シンセサイザーの音っていうのはね、もともとノイズから作るんですよ、うん、ホワイトノイズっていうのがあって、ホワイトノイズっていうのはあらゆる波長の音がザーッてね、あの音だけれども、うん、あの中にあらゆる音 のエッセンスが詰まっていて、うん、それをこう切り取っていって一つの彫刻みたいにね、こうカッチリとした元のものがあって、それから切り取っていって音を作っていくという感じなんですよ、うん、で今トン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 と流れているこういうリズムの音っていうのもこれシンサイザー作ってるんだけども、はい、これはこれをホワイトノイズか純粋に作れるよね、うん、でホワイトノイズを非常に短期、短い間にねこう音を流して切ると、はい、こうバンって音が作るという、でドラムとかああいう音を波形を取ると全くホワイトノイズのね非常にこうランダムな、うん、こうなんていうかな、エントロピーが最大限高まったような、ね、そういう感じの音になるという。
レノンが射殺された。ヨーコとの7年ぶりのアルバムダブルファンタジーを完成させ再び音楽活動に乗り出しただけに世界の衝撃と失意は大きい。イマジネーションを先導してきた大きな星を我々は失ってしまった。レノンはもっぱら家庭内での子供の飼育料理に専念する毎日だったと聞くが本当だろうか。殺人の原因の謎についてはレノンが写真を撮るとき最近は顔をはっきり撮らせなかったとかいろいろ憶測が飛び交っている。これを口実に保安処分が進行しなければいいが来年あたり日本でも物騒な事件がありそう。マルセル・デュシャンを超える忍者はどこから現れるのだろうか。
こちら高速車と申します。あ、どうもそうなっています。U の方なんですが、1月号ですね、 U です。遊ぶとできます。あの1月号なんですけど、海外線とですね、それから残物を、調べていただきたいんですが、はい、あ、そうですか。追加しなくて大丈夫ですか。オブジェマガジン U 1月号特集飾る、編集長松岡聖郎、編集後藤茂雄、デザイン森本茂美、コンセプトステージ前奏曲は全部なり松岡聖郎、国本雅俊、朝鮮のレッグ、吉野優子、飾りは蛇の手品なり、海野博士、ハイテックの成功、白の研究、江戸ルコ、ガラスナッツ、宮瀬一平、女はいつだって恋をするように聖を飾る、合田沢子、銀幕のターザン、諸島実物、月刊オブジェマガジン U1 月号特集飾る、定価980円、優勢的供給を求めて工作者。今週もね、いろいろとこうハガキが出ます。初めてだよ、この番組でハガキを読むっていうのは。そうなんです。ね、これはあの、はい、新宿の松井さんって人のハガキなんだけどね。なるほど。先生術の占いとか、その予想が面白はどうなるってやつだね。これはおかしいんだね。オカルトやタオについて幼稚でもいやらしくもなく聞かせてくれると。ほなどの辺に原因があるかっていうのちょっとご確認してみたいと思います。あなたのせいなんでと思うんだけども、11月29日放送で女性対談者たちの笑い声もそうだった、話も切れるところがしゃべってこの辺がちょっとこうポップって感じでね、インスピレーションの一貫性を感じさせる構成はすがすがしい、そうですね、音楽とかこの辺はなんか秋田が非常に頑張ってくれてるんで、非常に心強いんですが、もう一つちょっと紹介しますけれども、はい、貝塚秀樹くん、はい、この番組のことを知ってから毎週土曜日は勇み足で、なんと勇み足って勇み足で帰ってるって言うんですけど、これどういうことなんでしょうね。急ぎ足しどり足というかね、早い時間に帰って待ってますと、まあ、今日も待ってくれてると思うんですけどね。はい、世界中で流行しています。これはローマクラブの第6レポート、限界なき学習がヒューマンギャップを1980年代の危機のコンセプトとして掲げたことによっています。ヒューマンギャップは簡単に言えば、人類の進歩によって文明が複雑性を増していることにもかかわらず、急速な変化に全員がついていけず、そこに次々にギャップが生じてしまうことを言う。ヒューマンギャップの特徴は、情報が偏って集中していた70年代には見られない現象です。情報が平均的にばらまかれる80年代に、情報の選択を誤った文化の中の現象に対して使われます。民族の差のヒューマンギャップから、情報の差のヒューマンギャップへと時代は曲がり角にしています。気を煽る情報を流し、人工的な共同意識を作り上げようというのが本当の狙いでしょうが、そんなことより昭和の終焉の方が大問題。次の元号の情報をめぐって政財界でも人が動き出しているようです。
X デーは果たして8ゲーセンは光るか亀か。であのラジオマガジンのプレゼントのコーナーっていうことで、はい、毎週やってるんですけども、ねはい、だんだんはがきがねもうかなり来てあのどうやって選ぶかっていうのはいろいろ困ってるんですけれども、今週はですねあの、はい、オブジェマガジン U1 月号、はい、飾るですねです、これをあのあげちゃおう、あげちゃおうということで、はいどんどんお寄せください。そうです、あのはがきにはぜひあのこの番組のご感想なりを知ったあのなんていうかこういうとこが良かったとか、はい、面白かったとか、ね、そうですね、その辺をぜひあの、うん書いてもらって、ええ、であのはいで面白い内容のものについてはですね、うん、月刊誌の一つ U の方でもねそうぜひ取り上げてみたいと思ってますので、はい、この辺はのあの鉛筆を振るっていただきたいとそういうふうに思うんですけれども、はい、あのムーンダイアリーもかなり好評で、そうですか、後藤君もうほとんどありません、ありません、はい、でこれあのぜひあの抽選に漏れた方は、はい、あの書店でお買い求めの上、はい、もう払うしなくなる、いよいよ来年81年を迎えるわけですけれども、うんうん、それで今週はですねあのこういうことでやってみたわけですけども、はい、来週はいかがですか。きっと面白いんじゃないかなそれであのプレゼントの宛先ですけれども、はい、郵便番号107東京都港区赤坂、はい、ラジオ短波、ラジオマガジン U、はい、プレゼント係までお書きください。はい、どんどんあのハガキをお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、
最近あのラジオマガジンもね、はい、あの松岡さんが本当ご無沙汰なんだけども、ね、ところでこの松岡さんの近況なんだけども、はい、明日あの東京の原宿の、ラフォーレね、あそこで、オルタナティブサウンドプロジェクトっていうことで1時からね、1時からね、はい、これなんかも非常に今日かけたね、連中なんかもどんどん出てくるんでね、もう全員出ますね、はい、それともう一つあの単行本概念工事、これがあの目の劇場に、続く、はい、あの単行本ということで、はい、いよいよ来週出ますね、はい、出ます、はい、ということで、今週はですね、終わりたいと思います。てる毎週日曜夜7時から2時間にわたってお送りするタンパスペシャル、ラジオタンパが総力を結集し1ヶ月1つのテーマを追求する新しいタイプのワイド番組タンパスペシャル、面白い企画が盛りだくさん、毎週日曜夜7時放送のタンパスペシャルにご期待ください。ショック興奮日曜日